マイケル・ジョゼフ・バクスターは、アメリカ合衆国ニューヨーク州、ニューヨークシクイーンズ区出身のプロ野球選手。うとうひだ現在は、MLB のシアトル・マリナーズ参加トリプル A 級タコマ、レイニアーズに所属している。2005年の MLB ドラフト40目で、サンディエゴ・パドレスから指名され、7月17日に入団。この年は、の A 級フォートウェイン・ウィザーズで45試合に、 出場し、打率、219.1本類打17打点、4盗塁だった。2006年は A 級フォートウェインでプレー117試合に出場し打率、256.3本類打40打点、13盗塁だった。2007年は A 級レイクエルノシアストームでプレー111試合に出場し打率、276.7本類打 44打点、12、盗塁だった。7月には、トリプル A 級ポートランドビリーバーズに昇格し、10試合に出場した。2008年は、A 級レイクエルの視野で開幕を迎え、5月に A 級サンアントニオミッションズへ昇格。100試合に出場し、打率27、272.8本塁が、48打点、に盗塁だった。2009年は、 a 級サンアントニオで開幕を迎え、6月にトリプル a 級ポートランドへ昇格。82試合に出場し、打率277.5本塁打34打点9盗塁だった。2010年はトリプル a 級ポートランドで開幕を迎えた。136試合に出場し18本塁打72打点22盗塁、打率301だった。 9月6日にメジャー初昇格を果たし、同日のロサンゼルスドジャース戦でメジャーデビュー。代打で出場したが凡退に倒れた。この年はメジャーで9試合に出場した。2011年は開幕前の3月28日に60日間の故障者リスト入りした。復帰後は A 級レイクエルの視野でプレイし、11試合に出場した。 2011年7月22日に、ウェーバーで、ニューヨークメッツへ移籍。22試合に出場し、打率、235.1本塁が、4打点だった。12月12日に、FA となったが、16日にメッツと再契約した。2012年4月4日に、メジャー昇格。6月2日のセントルイスカージナルス戦で、ヤディアー・モリーナの飛球を補給した際に、 フェンスに衝突し、肩を負傷。翌日に十5日間の故障者リスト入りした。7月15日から、参カの A 級セントルーシーメッツでリハビリを開始。7月20日に A 級ビンガムトンメッツへ昇格し、7月23日にトリプル A 級バッファローバイソンズへ昇格。7月30日に復帰した。この年は89試合に出場し、打率。 263.3本類が17打点5盗塁だった。2013年は開幕ロースター入りしたが、6月9日にトリプル A 級ラスベガスフィフティィテワンズへ降格した。8月3日にルーカス・ドゥーダが故障者リスト入りしたため、最小をした。8月24日にドゥーダが復帰したため再びトリプル A 級ラスベガスへ降格した。9月8日に最小をした。 この年は74試合に出場し、打率、189.4打点、5盗塁だった。2013年10月17日に、ウェーバーで、ドジャースへ移籍した。2014年は開幕ロースター入りし、開幕後は5試合に出場したが、4月4日に、参加のトリプル A 級アルバカーキアイソトープスへ降格。6日に、ィーフとなった後、9日に、 参加の AAA 級アルバカーキへ降格した。オフに FA となった。2015年1月31日にシカゴカブスとマイナー契約を結んだ。開幕は参加の AAA 級アイオワカブスで迎え、5月19日にメジャー昇格した。7月30日にリーフとなった。この年は34試合に出場し、打率246.2打点だった。 オフに FA となった。2015年12月8日にシアトルマリナーズとマイナー契約を結んだ。ありがとうございます。